はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。ウィニングボスト9-2021ライブ配信始めていきましょう。ではですね、まずは今回は2010年3月ですね。3月ということになるとあっという間にもう春競馬となります。そして馬の入れ替えも、馬を買い替えもしないといけないということですね。やっていきましょう。ツイッチで配信を行っています。ツイッチアカウントフォロー、リポストぜひお願いします。 Please my Twitch アカウントフォロー and チャットコメント Please。YouTube で、アーカイブ2日後、5日21時からライブを、プレミア公開いたします。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。YouTube This Live Archive My YouTube チャンネルアップロード2 days after this live my YouTube channel channel subscribe and good button please。 Twitter X、 旧 Twitter の X のアカウント持ってます。ぜひ、チャット欄にアドレス記載しますので、ぜひ見に来てください。アカウントフォロー、リポスト、いいねもお願いいたします。TwitterX My Account Visit and Follow Please and Repost and Good Button Please。 はい、では3月1週から始めていきましょう。3月1週スマートハルコはどんどん勝つ。ゼニアッタサウジカップですね。どうかな、正直。中山記念とか天の羽ウル、天の花盛り、片の春日はフェブラリーステークスを制しましたね。ここからあのね、金札取れるぐらいまではなってほしい。どうかな、間に合うかな、片の春日。まあ厳しそうですけどね。ネオムターフカップ天野ブログです。これ G3 か、一番人気116、大接戦ですね。まあ、ブログはもう金札獲得してますんで、でもこれ G3 でも賞金いいんですよ。ダイジェストいきましょう。キングアブドゥルアジーズ競馬場 G3、ネオムターフカップ芝 2100m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。直線が短いな、外から来てるんだけど届かなさそうだな。残り 200m を通過して、あ、届かない。先頭オーシャンズスピリット、差し切ったオーシャンズスピリット、4着だ。オーシャンズスピリット、1着、2着はカスタンジュークボックス、勝ったのはオーシャンズスピリット、見事な勝利です。天野ブログ大敗してるやん。8着なんでだろう。さあサウジカップゼニアッタ登場です。
はい、サウジカップゼニアッタ一番人気ですね。ちなみにあラマスケットマンとかいるけど、一番グレームとかいるけど、ゼニアッタが129でトップです。やっぱりライバルはマスケットマンでしょうね。あ、マスケットマンじゃない、ブレームでしょうね。まあマスケットマンも人気はしてるんですが、あとウェルアームのベテランですね。レース行きましょう。キングアブアブドゥルアジズ競馬場 G1 サウジカップダート 1800m、 世界最高金額の賞金を誇ります。ここを取れば非常に馬主生産者の生産者は無理か、馬主の賞金王にも近づいてくるものです。世界中のダートの猛者たちが集結しました。世界最高の賞金額を誇るまさにドリームレース、サウジカップいよいよ発走です。スタートしました。マスケットマン好スタートを切りました。マスケットマンがいいスタートか。好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してハーフスピアフィッシュ花に立ちます。その後ろからはマスケットマン、後ろからお競馬ですね。さらにはゼニアッタは5号ウェルアームド、その後ろ先手を取ったのはハーフスピアフィッシュオーマルコーモラント、それに続いています青の帽子リズンポリシー、その後ろこれに続くのがワイルドパートナー、並んで3番アルーリングブロンド、その外からブレームエイブラジェイスベスト、すぐ後ろゼニアッタ、後ろからすぐ後ろにビンヤードヘイブン、少々スローペース、行きましたね。後方の馬は速くない。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。プロビソそれに続きます。最後方にポーラムビッグ、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から12番ハーフスピアフィッシュ、依然として先頭、すぐ後ろにウェルアームド。さあ4コーナー回ってきた。最終コーナーをカーブして、ここから仕掛けていく必要があるが、結構まだ後ろにいるぞ。ここからどうか、日米王者の争いだ。ここで先頭は、あ、でも中を割ってきた。ブレーム、あと 200m、 ここで先頭は、さあ大接戦。番手はどうだ、ブレームブレームだ、ブレームブレームにやられました。2着はゼニアッタ、3着にウェルアームド、勝ったのはブレーム、見事な勝利です。うん、伸び争いだったんですが、わずかに伸び足らず、いい足は使ったんですけどね。コース取りも素晴らしかった川田騎手。さあエンプレス杯天の冬ソナ一番人気となります。ゆきちゃんか。ダイジェストいきましょう。川崎競馬場 JPN2 エンプレス杯牝馬限定ダート 2100m です。短い直線に入って、もう先行ですね。完全に天の冬ソナ先頭、粘る粘る、3馬身から4馬身のリード。2番手はエルタブラ、後続は大きく離れた、はい、完璧です。圧勝です。圧倒的な強さを見せました。2着はエルタブラ、3着にユキちゃん、これが G1 馬だ。天の冬ソナ、G1 10勝馬。マイルアッシュとトゥーザビクトリーか。さあニカーステークス天のつぼみです。一番人気、ここはやっぱり次のステップに勝ってもらいたい。伊坂さん以外は全部20丸ですね。前走は佐賀記念3着です。ダイジェストいきましょう。阪神オープン特別ニガーステークスダート 2000m です。さあ直線に入りました。先頭に躍り出ている。天のつぼみ先頭、2馬身から3馬身のリード。だから外からちょっと不気味な馬が来ているが、2番手はシルクメビウス、とてつもない強さ、差はつまらない、勝ちました。天のつぼみ完勝。2着はシルクメビウス、これは桁外れの強さだ。天のつぼみ、
スミネステークスアマノトゥルースです。4番人気凱旋クラブは凱旋ゲリラーメンも登場しております。ゲリラーメンも伊坂さん本命なんだ。1番人気コンプトンソネットですね。2番人気がオリーブデュピティか。オートリーグリックあたりも人気ですが、さあマノトゥルースどうしますかね。微妙だな。まあ外枠だから差し試してみるか。ダイジェストいきましょう。阪神オープン3歳オープン特別スミレステークス芝 2200m です。さあ直線に入りました。これからの勝負オリーブデペティ先頭2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。残り 200m アマノトゥルース粘り込みを図ります。一気にコンプトンソネットアマノトゥルース粘ったんじゃないの。アマノトゥルース体勢有利。凱旋ゲリラーメンも3着入りましたね。アマノトゥルース1着となりました。いいんじゃないでしょうか。そして中山記念アマノハウル登場。1番人気グリグリですね。ハウルエリザベス女王杯を取った馬となります。ハウル確かもう GI 中発症してるんじゃないかな。他アーネストリーとかエンシンドーバーか。アーネストリーは4番人気か。マルカシェンコもいますね。さあハウルしっかり勝ってもらいましょう。ダイジェスト中山 G2 中山記念芝 1800m です。4コーナーをカーブして、さあ先頭を伺う。アマノハウル先頭残り 200m を通過して、アーネストリーも粘ってる。アマノハウル2番手はどっちだ。アマノハウルなんとか勝ちました。アマノハウル1着危なかった。アーネストリー3着にオリーブシャープ。これが G1 馬だ。アマノハウル大阪杯出るの。アマノハウルどうしようかな。さあ阪急杯アマノ花盛りです。1番人気クラブはトライアンフマーチも出ておりますが、グリグリですね。浜花盛りダノン55あたりが、2番人気か。で金谷桜が3番人気クラブはトライアフマーチが4番人気か。ではダイジェストいきましょう。阪神 G3 阪急杯芝 1400m 短距離戦です。さあ直線に入りました。これからの勝負持ったまま先頭残り 200m を通過して後続を大きく引き離しました。2番手はスプリングソング。これは強い。勝ちましたね。この馬で決まりか。ぶっちぎりです。今ゴールイン。これはちょっと春からの短距離戦は楽しみですね。まずは前哨戦を制しました天の花盛り。ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。トライアフマーチは3着と検討しましたね。花盛り宮杯出るんだっけ。いいえ、キャプテントゥーレがドバイターフ。キャプテントゥーレってクラブ馬じゃなかった。勝ちたい。ゼニアッターまあ出るんですが、フューソナも出るのかな。勝ちたいんやって出るんだっけ。勝ちたいんや別に出るつもりないし、フューソナも出ないよね。あーまあ出たら出たで面白いか。あーでもエンプレス杯の後は放牧してるんだこの馬で、アップルブラスハン、アップルブラスサムハンデに挑む。これは分かんないな。今まだ6勝ですけど、
まあ、余計なことはしてられないっていうのが本音ですね。勝ちたいんやは最終年なんで、せっかくあの勝ち出してるのに今頃、あと健康状態悪いのにドバイなんか出てられないっていうのは本音です。ということで銭にあっただけでいきます。蓮舫2着じゃダメなんですか、ということで、海外アメリカ3と UAE2 頭ですね。チューリップ賞は桜花賞トライアル型のポニョが出ます。基礎順地ミニクラブは何髪の下なんですね、ユニクロって。歴女は。歴女は母親がシーザリオなんだ。ルクエがチェンチコバ。ボア。ボアってなんだ？韓国のあれ？ドラクエは、ドラクエ9ですね。月見絵ってなんだ？積み木家か、積み木の家、仕分け、まあ仕分けですね。ストームソングか、愛のまま、愛のままってなんだったっけ、愛のままで、わがままでじゃないよな。と淀川花穂がかぶってる、ハウルと椿、まあ、どっちも牝馬だけどな。ハウルって何勝？11勝、椿が9勝。そうだな、まあ椿をちょっと別のジョッキーに任せよう。武豊かな、もし武豊が出るんだったらかぶるよな、そらかぶるよな。まあいいジョッキー乗せたいな、福永騎手。これだとかぶらない。さあ、ブログはネオ謎、ちょっと敗負け方がちょっと衝撃すぎる、まあ、覚醒だからな、全然これからまた勝てるかもしれんけど、1年近く勝ってないのは気になりますね。なんでだ、賢さが悪い、スピード重視、脚部不安は改善、性格は頑固なのが引っかかってるのか、あとスピード絶対不足も結構影響あるのかもしれないですね。京都記念勝ってるからな、京都記念、まあ国内で走らせた方がいいかもしれないですね。ブログは、まあそこで大阪杯と言いたいとこなんだが、大阪杯たくさんいます。小泉が13勝、ハウルが10勝、ヒーローが、ヒーローはまだ G1 取ってないっていうか、ヒーローは芝田と両対応なんだ。しかも距離ギリギリだからヒーローは出さないよな普通。ヒーローはいい線いってますから、このままダート戦線で走らせたいですね。そこで3月4週以降だと、コトルフィンマイクでも出てみようか。ただ星2だからな、C
機種で行きます。で、他見るとアマノブログは大阪杯でいいかな。ジニアタワーはドバイ行きます。アマノツボミはニガステークス勝ちました。どうするか、2100か加減が柏記念とかあるけど距離長いからな。帝王賞、あ、帝王賞って あれか、ん、帝王賞って4歳以上だよな。柏記念が4歳以上、あれ、ジャパンだ、あ、3歳馬じゃないんか、つぼみ。ん？ってことは重賞を取らないとダメってことですね。まあ、つぼみ結構いい勝ち方したんで、次はやっぱり重賞制覇したい。キスタがいますか、マーチステークスが。東京スプリント面白そう。あと思ったら距離が短いのか。こことかな。アンタレスとか、ダートレースがなかなかないんだよな、適当な。これはダートレースやけど賞金が安いな。あ、オークローハンデは美味しいけど、サンナイト招待とか結構レベルが高いのに海外行くメリットはないよな。ということでここを出しましょう。ちょっと疲れが心配ですよね。でハウルが中山記念を勝ちましたね。あ、結構ギリギリの勝利だったんで不安はありますけどね。牝馬か、牝馬限定のレースだったら出せる。1004の2700、ここはもう出せないしな。ここでも出してみる。うん、出してみるか。久しぶりに。で、トゥルースは。いいのかな、桜花賞で。距離は大丈夫なんですけどね。じゃあここへ出さなかったら何出すんだっていう話はなります。まずはちょっと重賞を取るとこから始めたい。本音としては毎日杯はあらほうがいいのか、ニュージーランドトロフィーとかでもいいですし、フラワーカップかはそばにいる根がいるのか、まあ忘れな草とかでもいいですけど、まあでもちょっと間隔空いてフローラステークス出しましょう。
こんな感じかな。花盛りが宮杯、うん、いやでも無茶でしょ、まあ、悪くはないけどね。でも宮杯出るからな、ブラックキャビアが。ブラックキャビアはまだ取ってないんで、花盛りには別路線を歩まさないといけないです。海外はフランス戦ギニーっていうのがチャックだったんだ。1100-2200マイル路線、でも短距離も行けますね、出てるよな。キンシャサの奇跡が、送り人がいる、ドカスターマイルはゲド戦記がいる、ハウルがいるけど、ここはちょっとチャンスなんで花盛りに出てもらって、ハウルにはちょっと去っても、ハウルは立ち去ってもらおう。ハウルやっぱり大阪杯でいいんじゃないの。ということで大阪杯に変更です。戻ります。で花盛りは武豊に変更ということで行きましょう。これでよし。最上位いいですね。アパパネか、カタノポニョ、凱旋浅田真央、ネクスト、フランクイーキルローマイルステークス、サンタニタ競馬場ですね。天の初音ミクです。一番人気109、まあ抜け出しないよな。レース行きましょう、サンタニタ競馬場 G1 フランク・イーキルローマイルステークス、芝 1600m のマイル戦です。こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはキッズアロー、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してキッズアロー花に立ちます。その後ろからはジャイアンツハンド、この馬も上がっていく構えです。さらにはヴィンテージショット1番ベリーアライブ、その後ろ先手を取ったのはキッズアロー、並んで4番スイータースキル、サファリノーベンバー、すぐ後ろ天の初音ミク、いい位置です。向正面に入っていきました。すぐ後ろにイルドシーン、青の帽子サウスジェットスカーレット、その後ろその横にドライヤードデューンス、その隣にウィッシングヒューモア、間が空いてアビティエミネンス、その外からグライドポストチャー、並んで8番アジュディセッション。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。14番キッズアロー依然として先頭、さあ先頭はまだ古豪キッズアロー、2番手はベリーアライブ、間を挟んでヴィンテージショット、差を詰めてほしいがまだ後ろにいる。まだ後ろ、鞍上のゴーサインはまだでしょうか。日米王者の争いだ。あ、内から伸びてきてるぞ初音ミク。さあ伸び勝負、勝ったかな、勝ちましたね、多分勝った初音ミク。これは際どい勝負、ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。内からスルッと抜け出した感じです。勝ったんじゃない、頭差勝ってますね。花差か、あ、初の G1 なんですね。うーん、いいえ、初めて G1 馬に健康一滴、あんまり嫌だな、取りたくない。
え、この健康一滴ってなんだ？どういう能力だっけ？ウィーポナイン健康一滴。健康一滴は G1 レースで、能力以上の力を発揮する時がある。なんだそれ。能力以上の時、まあランダム、安定性が低いってことですね。裏を返せば能力、逆に言ったら能力が低くても勝つ可能性がある。大掛けなんていうのもあるんですね。人気輸送時に、あーでも G1 はダメってことか。海外遠征は海外遠征時に能力のロスが軽減される。完全燃焼は前走から10周空けないと時に力を発揮するけど、レース後の調子や疲労への影響が大。ライバル馬を出走していると効果が増える。学習能力もあって同じ競馬場の重賞を勝っていると力が発揮される。ん？つまりトライアルレースを出せば、その例えばサンタアニータとか勝てるってことか。別に国内で限定とは言ってないですからね。さあサンタアニータハンデ、スマートファルコン一番人気となります。天のキャンキャンも出てるんだ。水戸だし、その天のキャンキャンが2番人気。忘れてる？スマートファルコン。さあこうなると天のキャンキャン先方を選べます。察しかな、悩むな。そのままで行ってみましょう。レースです。サンタアニータ競馬場 G1 サンタアニータハンデダート 2000m です。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはクオリティーロードオーメリックオルメック。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくクオリティーロード行きました。続いて前へ行くのはオーメリックオルメック、さらにはスマートハルコン、7番サニーズフェンス、その後ろクオリティーロード先手を取りました。その外にダタラ、その後ろに天のキャンキャン、これに続くのがオーククガート、その外からメインビグラス、すぐ後ろにブラムエイビー、その隣にプラットアウト、その外にグリーシャンスピードウェイ。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。内からはタワーリングソング、並んで12番パーティーロビン、しんがりからウィンターズクランバー、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から7番サニーズフェンス、レースを引っ張ります。 1000m を通過、ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。2番手に3番スマートハルコン、さあ先頭は依然として7番サニーズフェンス、2番手はスマートハルコン、これは絶好の手応え。天のキャンキャン、3番キャンキャンが、さあスマートハルコン、しかし先行はスマートハルコンです。ちょっと差を広げていくぞ。カーブして直線コースに入りました。日本と世界意地のぶつかり合いだ。まだ持ったままスマートハルコン、ダメだ、キャンキャンは離されてる。スマートハルコン強い、圧倒的な強さを見せました。2着はクオリティーロード、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。スマートハルコン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。サンタアニータハンデスマートハルコンが勝ちました。天のキャンキャンも3着。
絆アップ。さあに行きましょう。マクトゥームチャレンジ R3 天の勝ちタイヤ1番人気勝ってほしい。勝ちタイヤ120です。110を超える馬はありません。勢いはあるんでね、そこを生かしたいところです。レッドデザイアなんかもいますね。ではレース行きましょう。名団競馬場 G1 マクトゥームチャレンジラウンド3だと 2000m です。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ゴームサリア好スタート、タウンシェイド、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくタウンシェイド行きました。続いて前へ行くのはゴームサリア、さらにはセプテンダーファーン、 G16 勝天の勝ちタイヤ、その後ろ勝ちタイヤ6勝なんですね。まあ地方も含んでは6勝だしな。勝ちタイヤこの年が現役最終年だからな。アンライバルドベル、すぐ後ろにクワイタバイタリティ、なるべく勝ちを積み重ねたい。並んで古豪ロールアーギュメント、少し開いてカウントオンベリー、黄色の帽子オレステスグロニャス、その後ろレッドデザイア、すぐ後ろさらにはチャントギャファリー、しんがりからシャインザイザー、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。10番セプテンバーファーン、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はセプテンバーファーン、セプテンバーファーン後続を引き離します。2番手はゴームサリア、間を挟んでロールアーギュメント、3番手天の勝ちタイヤ、まだ動きません。勝ちタイヤどこにいるんだ。外直線コースに入りました。日米王者の争いだ。セプテンバーファーン先頭、後ろ天の勝ちタイヤ、あと2、これだ先頭だ。天の勝ちタイヤ残り 100m、 2番手はクワイタバイタリティ、勝ちましたね。やりました。2着はクワイタバイタリティ、3着にゴームサリア、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。天の勝ちタイヤ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。血をついたっていう感じかな。さあジュベルハッタ天のドロロです。3番人気か。これはちょっとドロロ厳しいですね。能力を含めて厳しい。まあ大外だしな。ダイジェストでいきましょう。名団競馬場 G1 ジュベルハッタ、多分牝馬限定芝 1800m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線先頭ですね。でももうかされそう。先頭残り 200m、 サプレザ余力は十分、さらに引き離していく。2番手はカレージャスカット、サプレザ強い強い。4着か。圧勝ゴールイン。2着はカレージャスカット、3着にバターテンパレス、勝ったのはサプレザ、見事な勝利です。ドローは4着、悪くはないとは思うんですけどね。初の G1 挑戦でした。 G3 カーを挑戦だったんですよね。さあダイヤライト記念は天の世界に花、一番人気。まあ金札確定した馬なんで勝ってくれるでしょう。ダイジェスト
船橋競馬場 JPN2 ダイオライト記念ダート 2400m の、交流競争です。短い直線に入って、もう先頭ぶっちぎり、後続はどうか。天の世界に花、先頭差が広がる広がる、シビルウォー必死に追います、勝ちましたね。この差は果たして縮まるか、完璧です。はい、ぶっちぎりです。圧倒的な強さを見せました。2着はシビルウォー、3着にデルバレー、これが G1 馬だ。天の世界に花、G1 20勝馬なんでこんなとこにいるんだっていう感じですね。しかもまだ8歳なんですよね。8歳まで現役ってすごいよな。チューリップ賞、カタノポーニョ1番人気。もういい加減引退した方が良かったよな、世界に花は。さあ、アパパネクラブはアパパネとの一騎打ちだと思います。本種お名はアパパネですからね。阪神ジブナイルフィリーズは肩のポニョが勝ってますが、どうか。クラブは他、凱旋浅田真央も出てます。この 3組かな。さあ行きましょう、ダイジェスト。阪神 G2 チューリップ賞、3歳牝馬限定、芝 1600m、 桜花賞トライアルのレースです。4コーナーをカーブして、さあもう先頭ですが、カタノポニョ先頭、内からぐんぐんとアパパネ先頭、パパネも粘っている。前に迫るカタノポニョ、残り 200m を通過して、アパパネこのまま振り切れるか。外からも来てる、浅田真央が来ている。先頭だ、並んでゴールイン。1、2着争いは接戦になりました。大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。本当に激戦ですね。クラブは同士の1、2着。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。届いてないな、これ。うん、アパパネが粘ってますね。浅田真央が突っ込んできましたが、惜しくも2着。一番人気カタノポニョは3着でとやられてしまいました。ソーブステークスクラブ馬ですが、まあこれ飛ばします。あ、でも凱旋ダイヤパル勝ちましたね。さあ、弥生賞ディープインパクト記念、今度は皐月賞トライアルです。クラブはビクトアルピサが一番人気、凱旋あなたとはもう出てますね。ビクトアルピサですね。あとダノンシャンティが本種本命となってます。ヒルノダムールあたりですね、人気は。ダイジェストいきましょう。中山 G2 放置杯、弥生賞ディープインパクト記念、3歳芝 2000m、 皐月賞トライアルです。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ビクトワールピサ先頭、あと 200m、 先頭は依然としてビクトワールピサ、2番手はダノンシャンティ、ビクトワールピサ、差を広げる、貫禄勝ち。1着ビクトワールピサ完勝、2着はダノンシャンティ、3着にヒルノダムール、これが G1 馬の実力だ。ビクトワールピサ、そうですね、いい、良かったです。トライアルはいずれもクラブは勝ったのか。追加で、いや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 、嫌です。本当調子いいんですよね。調子いいのはわかるけど、いいえ。さあ今度は3月3週は海外は2頭、イナバウアーとハニカミが出ます。イナバウアーって、これはまだ3勝なのに武豊乗せてないのか、失敗した。あとフィリーズレビューにアマナイフォン、これも桜花賞トライアルです。36戦もしてるんですね。お、
ブエナビスタまた成長。お、どうした？あっと、負けん気の強さ、勝負根性、先行馬になりそうですね。おっと、疲れなんか見せずに健康度も高い。リーダー的な、そうなっちゃん09。うん。お、やりました。でもこれ以上は増設できないです。多分。え、ゲート工事行えんの？あ、これ企画満たしてないんだこれ。商用馬道とかもそうかも。ちょっと待って、ということは、あ、商用馬道コーチができる。キッズハウスなんていうのもある。子供の成長を早めるってなってますね。研究と研究棟も作れるかもね、これ。やってみるものです。無理だと思ってたんですけど。さあ、桃本さんだけが有利になります。エリカは、あ、凱旋ルクへ買いましたね。なんかもう、こんなにうまくいかないなんて、もう完全にうつ病気味ですね。天本こと、うつ病は治らないですね。治らないらしいが。え、あれ？なんか、あれ何月だ？3週か。え、初音ミクが、1着だから、大阪杯って言ってるけど大阪杯じゃないよね、出すレースは。初の、じゃあ取りまして、遅めなのでスピード B なんだな、初音ミク。でも海外取ったのはでかい。牝馬限定を中心に取り行きたいとこですね。消去方針、あーでもダメだ、まだ任せて欲しいって言われてる。4月、5月の1週以降で、芝限定、これは芝なんですよね。サビリワンってどのぐらいのクラスだ。イルドシーが強い。あ、イルド、そのイルドシー勝ってんのか。これかゲームリーステークスか、挑戦してみるか。ぶつけていきます。で、大阪杯は出さない。武豊に乗せる。じゃあ2周放牧はできるから、2周放牧でおそらく治ると。スマートワルコン、柏記念、まあいいんじゃないかな。マイルもこなせるし。あ、でももったいないよな、柏記念とか言ってたら。
ダートのみか。だからといってこうとか、まあでもここな、勝てる馬がいたらそっち出したいよな。ミッドホイターハンデとかあるけど、まあいいんじゃないかな柏記念。あ、でも疲れが、ね、生活ね、性格熱血は気になりますね。しかも完全燃焼だこれ。あ、これ感覚が空いたか、完全燃焼がここで働いちゃってんだ。でそれで勝てたのかもね。まあ三周放牧でいきます。でキャンキャン、まあ、悪くはない、悪くはなかったけどな。まあでも牝馬限定の重賞勝っただけだからな、アンタレス別にいいと思います。さあ勝ちたい山アンタレスだが、これはアンタレスに出しちゃダメ、間がないからな。疲れがな、ちょっと心配だな。1500か2300。あ、ここ結構レベルが低い。でドローローがジュベルハッタ4着、まあ初のあれですからね、仕方がないです。芝田と両対応か。阪神インバステークスって言ってるけど、まあいいんじゃないかな、細めなんで。まあ芝に出てもいいってことか。この辺とか、この辺もありますしね。まあ、ここなら勝てる可能性はある。行ってみる？あ、タケタカ乗ってくれない。シーキッシュ。健康とかパワーがまだまだだよな。で世界に花はビクトリアマイルを目指します。まあ1600でも全然こなせるから、出走するのは面白いと思います。でポニョは大花賞、ちょっと不安だけどな。ポニョ3勝なんだな。まあ海外行きたいな、できればな。4月以降の海外。ダートはダメなんで芝のみか。この辺とかかな。なんか武豊乗ってくれない、引退でもすんのかな。で洋服か、シーキングザパール。
ナバは最上位となってます。の風イズレビュー iPhone ですか。じゃあ行きましょう。ネクストランベットステークス天の稲バウアー一番人気です。123、これ激戦ですね。なので決して安心はできない感じです。お、サンサイバーもレース出てるんだ。サンサイバーでも59キロ背負わされてるからな。ではレース行きましょう。ローズヒルガーデンズ競馬場 G1 ランベットステークス芝 2000m です。こちらオーストラリアのローズヒルガーデンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さて何が行くのでしょうか。ブライトクローデット前に行きそうです。アマノイーナバウアーそれに続いています。さらにはストロークソフトリー9番キャメロンアンセム、その後ろブライトクローデット先手を取りました。パイオニアシャーガーそれに続いています。内からはスパイシーエプソム並んで11番ニトロサバンナセイナイト上がっていきました。その後ろからはアプローチクラーク、これに続いてガブスレイサニー、その外からウェルカムベイ、その隣にジュロアクリスタル、サマレックスギニー、そのうちに続いています。さらにはアルデルマフィン青の帽子ヤングエスディ、その後ろ最後方にチャプターパースエイダー、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。さあ先頭は依然として古豪ブライトクローデッド、2番手はパイオニアシャーガー、ストロークソフトリー、3番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。まだ結構後ろですね。後続とは3馬身以上の差。さあ追い出してここで伸びきれるのか。足色は十分。前に迫れるか。スパイシーエイトソング。上がってはきたが。ここから勝負をかける。ナバは来た。天の井ナバウアー追い上げてきた。天の井ナバウアー抜けた。一気にジュロガクリスタル、天の井ナバウアー勝ちましたね。1着2着には危なかった。ジュロガクリスタル世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天の井ナバウアーまさしく日本が世界に誇れる馬です。4つ目ですか。金札へ向けて長寿ライダーステークス天のハニカミです。ハニカミ一番人気、なんとか勝ってほしい。もうまあ早熟馬ですからね、走れる期間が短い。そろそろなんか寿命がつきそうな予感がします。レース行きましょう。ローズヒルガーデンズ競馬場 G1 ジョージライダーステークス芝 1500m です。こちらオーストラリアのローズヒルガーデンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。まずは先行争い、何が行くでしょうか。 JJ ザジェットプレーン前に行きそうです。クルーズビューイソンそれに続いています。前に戻りましょう。先手を取ったのはブルーシャルマン、その隣にサラストロッド、2番手に G1 7勝天のハニカミ、その外からハニカミ7勝なんですね。じゃあリーチか。じゃあもうなお勝ってほしい。
それに続きます。その外にスタイル&トレイル、その後ろに経済構想通ってます。ハニカミ、そのうちに続いていますクイーンオブダンプティ、すぐ後ろ青の帽子日光に、その後ろここで JJ ザジェットプレーン先頭に変わりました。クルーズビューイソン、ほとんど差がありません。天のハニカミいい位置です。いい位置だが、伸び争い勝てるか。長い直線、ここからどうか。日本と世界、外からも来ているぞ。ここで先頭変わりました。先頭は天のハニカミ、残り200メートル。まだわからない。2番手はヘイリスト、だが抜け出した。先頭はやりました。1着でゴール、2着はヘイリスト、3着に JJ ザジェットプレン。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました天のハニカミ。まさしく日本が世界に誇れる馬です。切札ですね、多分。さあ国内に戻ってきまして、中山牝馬ステークス、あ、これはちょっと無理。そしてコチステークスでいいのかな。でも人気がないな。ファイナル勝てなかったですね。さあ凱旋マニコイヌですが、ちょっと厳しいな。サンテミリオン、フィリーズレビュー、桜花賞トライアル、アマノアイフォン登場です、1番人気。クラブは凱旋ドルフィンも出ておりますが、ちょっと厳しいな。新馬戦勝ったばっかりだしな。まだこれからです。さあアイモードの娘がアイフォンです。牝馬戦線は結構充実してるんですよね。さあダイジェストいきましょう。阪神 G2 ホーチハイフィリーズレビュー、3歳牝馬限定芝 1400m、 桜花賞トライアルの発走です。4コーナーカーブから先頭ですね。もう天のアイフォン先頭、後続大きくちぎれました。残り 200m、 後続は遥か後方、ぶちぎった。2番手はラストサンセット、これは強い。とてつもない強さ、完璧です。圧勝です。圧倒的な強さを見せました。2着はラストサンセット、3着にアプリコットフィズ、天のアイフォン見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。これは本番行かせましょうかな。いいのかな、距離適正とかかな。長い距離はしんどいかもね。金庫賞天の線の風一番人気、対抗はチーフズプリマになります。当選クラウン、レッツゴー、霧島あたりは結構人気が集中してんな。ダイジェストいきましょう。中京 G2 金庫賞芝 2000m です。おっと一頭故障発生か。タスカートソルテズルズルっと後退しました。これは大変なことになりました。レースの展開にも影響が出そうです。4コーナーカーブから線の風が先頭ですが、あと200m、 これは勝ったでしょう。天の風抜け出した。2番手はチーフズプリマ、天の線の風チキです。強い天の線の風、圧勝ゴールイン。2着はチーフズプリマ、まずは前哨戦を制しました天の線の風。ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。ただ何勝してたっけ千の風。どうだ、あーダメです。タスカートソルテ用不良、これが競馬。さあ、海外はタンクレットステークスのみです。天のニコニコ、ニコニコも早く決めに行きたいですね。
ラワーカップにそばにいるねとか、カレンちゃんも出てきますが、カレンちゃんダートか。三上、三上金、金札じゃないかな。8勝ですね。して芝なんで金札確定ですね。安田記念、まあいいと思います。安田記念の出走は、まあ一走走ってもいいかもね。その間にここら辺面白いとは思うしな。まあこっちもありか。ブエナビスタ、あ、こういうチャンピオンズマイルとかも面白そうです。こういうとことかかな。まあでも休みたいよね、本音は。距離適正ん、あ、距離適正全然ダメだな。柔軟性 F だしな。さあ他の馬見ていきましょう。イナバウアーはちょっと春天は長いよ。イナバウアーはちょっと別の中距離戦とかクラシックまでだろうな。そちらの道を歩んでもらいましょう。まあまずは2周放牧で立て直しを図ります。ハニカミはジョージライダーを買ってるからいいのか。 iPhone はフィリーズレビューを取りました。うわ、この疲れやばいですね。ちょっと1200の2100か。これちょっと桜花賞っていうわけにはいかないと思います。あとね、健康が問題だよな。ローテ開けないと厳しいな。まあ覚醒なんで焦る必要は全然ないです。ダートはダメ、ダートはダメっぽいんで、ここかな。ここまで待とう。でここダメで、あ、また竹豊乗ってくれない。竹豊引退すんの。まあでももうあの放牧疲れが溜まりすぎてるんで、で線の風は、いや大阪杯じゃない。どうしよう。結構金庫賞いい勝ち方しましたからね。まあ2周放牧するとして、次出るのはもう海外になるな。あーでも無理か。千の風まだ G1 取ってないよな。でもだからといって大阪杯はないよな。マイルとかも行けんのか。安田記念とかありだと思います。ケオハイスプリングカップ、どっちにちも金札無理だったらそっちの方がいいかもね。お、最上位
ニコニコって G1 は何勝、まだ3勝か、3冠しか制してないんですよね。なので万世とはいえちょっとなもったいない感じはします。じゃあちょっとネクスト、タンクレットステークス天野ニコニコ一番人気、気合も乗ってます。124、まあ余談は許せないメンバーだな。グレートボイスまで敵は多いです。レースいきましょう。ローズヒルガーデンズ競馬場 G1 タンクレットステークス芝 2400m です。こちらオーストラリアのローズヒルガーデンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはグレートボイス、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してグレートボイス花に立ちます。その後ろからはアイランドマリーノ、この馬も上がっていく構えです。さらには SD アジャード、15番プルピットグルーム、その後ろ先手を取ったのはグレートボイス、これに続くのがベイクトサーテン、その後ろからはジュリエコーン、その隣にベルインディア、その外にブリージーノワール、これに続いてジュードブリッジ、ピンクの帽子ブレスグレンビア、その後ろ内からはノンエアコブラ、その外からテッサフローラ、その後ろにコンティニューアルペナント、その外にインビジブルクリーナ、アマノニコニコ、後ろからしんがりからミレニアムクロース、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。 1000m を通過、少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、淀みのない展開になりました。10番ニコニコ最後方なんだな。リードは1馬身から2馬身、届くのかこれ。それに続いていますベイクトサーテン、すぐ後ろブリージーノワール、頑張ってほしい。続きます。並んで9番、さあコースが開くかどうかもポイントです。この馬もこのグループ、すぐ隣にベルインディア、さあ先頭は依然として G1 馬グレートボイス、2番手は SD アジャード、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。グレートボイス先頭、しかし後続との差が縮まってきました。ちょっとコース悩んでる、このまま踏ん張り切れるでしょうか。いやこっから伸び始めた、先頭を捉えるか、コース空いている、外からブリージーノワール、グレートボイス、いけニコニコ、あと 200m ベイクトサーテ、先頭に踊り出そうだ。先頭は天野ニコニコ、やりました。ようやく三冠以外の重賞 G1 を取りました。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天野ニコニコ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。初の海外 G1 ですね。お、大舞台、距離延長、これ国内に戻ってくる。フラワーカップ、天のそばにいるね、一番人気グリグリです。天馬ウィーク、マイネキャスターあたりが人気となります。ダイジェストです。中山 G3 フラワーカップ、サーサイ牝馬限定芝 1800m です。さあいよいよ直線の攻防、天のそばにいるね、先頭残り 200m を通過して、これは完全にちぎれた。2番手は天馬ウィーク、後続は大きく離れました。天のそばにいるね、独走天のそばにいるね、ぶっちぎりです。2着は天馬トゥループ、天のそばにいるね、見事1番人気に応えました。お、三歳馬の中でもトップクラス、ファルコンステークスカレンちゃんです。カレンちゃん2番人気、重賞初制覇に燃えます。本州は本命ですね。一番人気はエルスクリーンとなっております。ダイジェストです。
中京 G3 中日スポーツ賞ファルコンステークス3歳限定芝 1400m です。4コーナーをカーブして、さあ先頭を伺う、ね、カレンちゃん先頭、内からライバーバーバリアン、外からエルスクリーン、あと 200m 先頭は依然としてカレンちゃん、残り 100m、 2番手はライバーバーバリアン、抜け出したカレンちゃん先頭だ、勝ちました。2着はライバーバーバリアン、見事に勝ちました。カレンちゃんエルスクリーン敗れました。これは掲示板までです。細田騎手絆アップ、そしてスプリングステークスルーラーシップ2番人気、1番人気はクラブは凱旋席駅、こちらはサツキショートライアルとなっています。トゥーザグローリーも出てますね。ルーラーシップは、鉄板以外全部20丸取ってます。まあ、500万勝ったばっかりの馬だからな。凱旋席駅はすでに新山記念を勝っている。実績上は石壁の方が上なんですよね。他ペルーサや半袖バンドも出ております。さあ先方ルーラーシップ変えられますが、このままでいきましょう。ダイジェストいきましょう。中山3歳 G2 フジテレビ賞スプリングステークス芝 1800m サツキショートライアルです。さあ直線に入りました。おすごい癖足だ。ルーラーシップ先頭、残り 200m、 ルーラーシップ余力は十分か、さらに引き離していきます。2番手はペルーサ、ルーラーシップ今ゴールイン、段違いの強さです。2着は微妙です。ルーラーシップ見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。これ重賞初制覇、故障しにくい、さあクラブ馬がなんと4頭も出走、その中でも1番人気は当選上段となっております。3000m 長丁場、2番人気がマイネルキッズで、まあ凱旋リベンジあたりもチャンスありそうだよな。東海トリックもまあ人気になりそうですね。ダイジェストいきましょう。阪神 G2 阪神大賞典芝 3000m の長丁場です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。オアシスセッション先頭、内から当選上段、上段だ、残り 200m 当選上段、余力は十分、さらに引き離していく、ぶっちぎりです。凱旋リベンジ当選上段今ゴールイン、段違いの強さです。2着は凱旋リベンジ、3着にマンハッタンスカイ、まずは前哨戦を制しました。当選上段ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。凱旋リベンジも2着、
名古屋城ステークス天のつぼみ一番人気、クリルパッションあたりが対抗だ。天のつぼみ59キロ背負わされてますね。まあいい加減オープン特別は卒業しなさいってことですね。ダイジェスト、中京オープン特別名古屋城ステークスダート 1800m です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。抜け出しそう。天野つぼみ先頭、後続を引き離しにかかる。エルバータックス2番手、手応えはどうか。あと 200m、 天野つぼみアドバンテージをキープ。後ろはどうか。2番手はエルバータックス天野つぼみ、はい、勝ちました。強い天野つぼみ圧勝ゴールイン。2着はエルバータックス、3着に西野キャニオン。これはものが違う天野つぼみ。馬がやっぱりダブついてるからな、多少金利を背負ってもこういうオープン特別を出していかざるを得ません。さあ大量出走です。1分22秒、どうかな。ルーラシップ、さあ高松学園煽り VTR。 快速自慢集結、おブラックキャビアだの一挙です。金の札は20個持ってます。1個だけだな。未来さんです。ニコニコタンクレット、これか。馬優先主義、未来克美。まずは繁殖牝馬を飼いたい。ルズタビ飼えるんだ。ニコニコは3冠上げて注目されているルーズ旅ですね。でもまあ15歳だからな。ラリードル、ドール、天の玉ちゃんの3区かトゥーザビクトリーですね。の G1 だけでも38勝はすごいな。今年の金札の馬は何だろう。ウィニングポストないんですね。アステリックスとロードクロサイト。アステリックスってなんだ？アステリックスはノーザンファームの馬で1戦0勝ですね。うん、スーパーホースを生むってことか。
すぐ買う必要はないですね。ロードクロサイトは？ロードクロサイトはこれはアメリカの馬ですね。コントレールを産んでます。コントレールか、コントレールってオス馬なんですよね。2021年のジャパンカップを取ったコントレール、他菊花賞、皐月賞はこれ三冠馬じゃん、コントレールって。まあ欲しいよな、そう考えるとコントレールは。アナスタシオとかどうなんだろう。アナスタシオはダメか、バーンフライぐらいだから。コントレール、コントレールのためだけに買うっていう感じやな。エピファネイアは、エピファネイアはまあ強い馬だったよな。ノーザンか、ジャパンカップを取っ、2014年のジャパンカップを取ってる馬で、他、菊花賞、ダビーも2着ですね。なんかただオス馬だろうこれ、実績がな、そこまで欲しいとは思わないな。エピファネイアは、絆はまあ欲しいな。スマート絆にスマートレイヤーは、絆は、絆はダービー馬ですよね。でもダービーしか取ってないのか。でさらにオス馬ですから、そんなに重要視できない。絆が、あの絆の母親がキャットクイルなんだ。キャットクイルなんだ。キャットクイルってすごいよ。ハレノプシ、え、あ、そうか、ん、キャットクイルって持ってたっけ。いや、だからキャットクイルって持ってないよな。キャットクイルなんて手放しちゃったよな。さすがに15年って空きすぎじゃないですか。上前ファームですね今。ウェイマイハームなんで社内じゃないんですよね。めんどくさいよな。20歳でまさかね、絆を生み出すんだからな。しかもさ、これ最後の3区で3年3区が生まれてないんですよね、絆は。であとスマートレイヤー、なんか名前がすごい、スマートレイヤーって好きだったな。岡田スタートですね。まあ G1 取ってないけど牝馬なんだよな。なんか長く活躍した馬ですね、スマートレイヤー。でもキーフだっていうことはおかしいな。 G1 取ってないのにキーフだって不思議じゃないですか。うん、3区がそんなにすごいわけじゃないのに金札だってちょっと不思議ですよね。これスーパーホースなんじゃないかな。名称マンボは、名称マンボってなんか取ってますよね。
あ、なるほど。桜花賞は取れなかったけど、オークス秋華賞 A 以上は取ってんだ。まあそこまでだけどな。だから徹底して早熟の馬っていう感じですね。二勝マンボはいろいろあるな。一姫、姫様、魔王一。名勝マンボを買ってもな、多分損しそう。車台じゃなかったらいいんだけど、車台じゃないわ。あとラブリーデーですよね。ラブリーデーは牝馬のはず。あ、オス馬か、ラブリーデー。勘違いな。これノーザンなんだ。ノーザンか、嫌だな。結構すごいな。 G1 勝ってますからね。あ、2つか。宝塚、2015年宝塚記念とジャパン、天皇賞秋ですね。ジャパンカップは3着。ほや、ポップコーンジャズ、ラブリーデー、あ、まあこれか。うん、微妙だな。他社内に渡したくないんだったら買って売ってっていうのをやればいいと思います。買ったら社内産駒の生産場にならないからな。うん、でソルティビットとか、ソルティビットアパパネ産んでんのか。え、でもアパパネ産んだら終わりなんじゃないのこれ。アパパネシュガーセルパローマ、あ、アパパネ産んだら終わりだな。じゃあこれを売らせ、ソルティビットを売りましょう。ビリーブはどうなんだろう。ビリーブは天野一郎産んでるけどな。ジャンダルムとかか。ファリダット、あ、そう、ジャンダルムがいいんですよね。短距離戦で活躍はした。どんどんなんか走る距離が短くなっていく馬だったな、ジャンダルムは。ジャンダルムは買いたいな。売りたくないな、ジャンダルムは。なんでラブリーデーをちょっと買いに行きましょう。ソルティビットを売って、ジャンダルムを、ジャンダルムじゃない、どれ牧場を持ってるのか、ラブリーデーの母親を買いに行かないとダメだ。ラブリーデーの母親はポップコーンジャズを買いに行かないとダメなんだな。こいつです。金の金札を買いましょう。で、ただ、
ポップコーンジャズを即売ります。タイガーファームに行ってしまいました。車内妨害策ですね。あとエピファネイア、エピファネイアの母がシザリ、あ、シザリオなんだ、エピファネイアって。シザリオって持ってたっけ。周辺食品売シザリオはない。シザリオを買って左いない。シーザリオじゃないんじゃないの。いや、エピファネイアはシーザリオだ。ん、シーザリオだよな。シーザリオこれ銀札だったりして、シーザリオいない。所有派食品場にもシーザリオはいないし、どこに行ったんだシーザリオ。シーザリオいる。でも、あ、ニガー牧場にいるんだ。ビグラスとか歴史上じゃあ、まあ、こちらに関しては、エピファネイア誕生するということで楽しみです。菊花賞とジャパンカップか、どうかな。それで金札までいけるかな。あとコパノリッキーですね。コパノリッキーもなかなかいい馬だとは思いますが、フェブラリーステークス取ったり、地方交流重賞勝ちまくったり、いい馬ですね。コパのニキータっていう馬ですね。まあ海外は無理なんで、地方交流重賞でどこまで稼げるかですよね。コパのニキータか。まあもしあのコパのリッキーを扱うのであればね、ロゴタイプってどうなんだろう。堅実に走ってる馬だったら嫌だな。悪くはないな。サツキ賞まではな、サツキ賞まではすごい走ってる
でそれからしばらく低迷続いたけど、突如として安田記念取って復活したんだ。ロゴタイプ、他アサヒ杯フューチュリティステークスも取ってるんで、ロゴタイプ買うのはいいかもしれないですね。じゃあコパノニッキーの母がなんだっけ、コパノニキータか、コパノニキータか、うん、ロゴタイプ買うか。最終的やロゴタイプの、ロゴタイプっていうかロゴタイプの母親を買う。ベストウォーリアってどうなの馬、これはダート戦の交流戦で活躍してますね。コパノリッキーと張り合ってるなこの馬。でもコパノリッキーよりは1枚落ちますね。サウンドトゥルー、あとデニム&ルビーあたりか。この辺もダートの交流重賞か。デニム&ルビーも確かダート走ってた気がする。あ、違うか。G2 馬ですね。しかも結構ピークが短い。このまま無視していいんじゃないかな。ロゴタイプのロードクロサイトが、でも虹買う必要もないし、あずか。この辺はスーパーホースになる馬だから。ロゴタイプの母親を買おう、ステレオタイプ、ロゴタイプの母親は行きましょう。ステレオタイプ、いいでしょう。安い。ということでこれは持っときます。でもなコパノリッキーも欲しいよな。ちなみに所有派食品馬はこうなってるか。ドナプリーにビアハイジステレオタイプしかない。まあそれならコパノリッキー持っててもいいだろうっていう感じはありますね。刀アテネあたり打ってヘザ牧場で、でコパノリッキーのを買う母親はコパノニキータですね。これを買いましょう。
これで OK。 ではあとはローテ決定か。型のポニョは2000ギニーとか言ってるから、収放牧で、カレンちゃんは青い賞、ん、青い賞なのか、あ、青いステークスか。青いステークスは短距離戦だから、まあ逆らっちゃダメな予感はする。まあ遅めなんで、多分海外の短距離陣は出ても勝てないだろうな。まあ、このぐらいからだもんな。コモンウェルスとかジャンプラッシュあたりだもんな。できれば牝馬限定の方がありがたいが、ダートとかなるしね。一応登録だけはしとこう。ただしジョッキーは武豊だけどな。でカレンちゃんは出しました。カレンちゃんです。でそばにいるねが、まあでもどうなんだろう。そばにいるね、一応出る、出すことは出すけどっていう感じか。仕上がりもそんなに強調せずに、トゥルースフローラステークスか。でグーが伏流ステークス、送り人は出しますね。5勝早熟なんで時間がない。でブルーレイがフロリアダービー、遅めですか。楽しみですね。フロリアダービーはダートです。でルーラーシップ、ルーラーシップは1800-2400か。ダービーはギリギリだな。むしろ海外行った方がいいかもね。ビクトアルピサ、ペルーサ、凱旋赤壁、ビクトアルピサあたりか。ちなみにオスマで言えば送り人、送り人は距離が合わない、ブルーレイは距離は合うけど、距離は合うし芝も行けるけど、しかし通用するかわからん。ルーラーシップは、まあ、上り馬ですよね。なかなか強かった。アラホは、ちょっと決定打にかけ、どの馬を決定打にかけるっていうのは事実ですね。グーはダート馬ですしね。ブルーレア両対応、ルーラーシップ、まあルーラーシップ出ていいんじゃないかな。車牌が勝って毎日牌か。ビスタン、あ、まあいいのか。ブラックキャビアここで勝負をかけます。ツネミク、花盛り、花盛りちょっと疲れが心配ですね。
避難所まだ一生もしてない。これからだからな。ちょっと疲れを落としてあげましょうかと思ったら、キズラコマンドがない。ラキスタがマーチ、ドロロがなんだって、でハニカミは安田記念。5月の1週まで放牧。ヒーローはゴドルフィン、椿は大阪杯。椿はもう急所上げてます。春日はもう勝ちに行くしかない。エネループがやっぱちょっと厳しいな。マディソンカップってどんなレースだっけ。まあ、比較的勝ちやすいレースですね。じゃあ譲ってあげたらいい。ダートで取らなきゃいけない馬ってなんかいる。馬のヒーローは天のヒーローあたりはチャンスあるかもね。ドルフィンマイルから、カーターハンデ面白そう。で、なんだっけ、マジソンステークスか。マジソンステークスは牝馬限定なんだ。アキスタじゃまだ足りないなのかな。むしろキャンキャンの方がいいか。キャンキャン1700短いな。オーケーブルースには当然春天に挑みます。まあ参照だからな、間に合うかな。まあなんだこれ、だけに向かう。次にやったらドバイワールドカップ。小泉は、小泉とハウルは大阪杯、iPod はシーマクラシックか。まあそうですよね。プロフも大阪杯。アミーゴ、アミーゴってどんな馬だっけ。ああ13勝金札確定してるんだ。健康が悪いから、疲れも溜まってるから、6歳ですか。勝ってほしいよね。で世界に花がビクトリアマイル。勝ちたんや。なんだこの負けか、ちょっとやばいな。ということでチャーチルダウンズへ。
キャンキャンは微妙に距離が足りない。シャイネループとかの方がいいかも。あ、芝がダメなのか。花盛りあたりがいいかもな。行きましょう花盛り。ビクトリアマイル、世界に花がいるけど、世界に花をちょっとローテを変えよう。距離ちょっと待って、2600か。目黒記念。で、なんだっけ。花盛りやったっけ。花盛りが、福永でいいんだけど、今回ここまでですね。大きい札を何らかの前に使ってしまわないといけない。花盛りあたりかな。初音ミクもいいな。初音ミクに使おう。健康 C だからそんなに高くない。はい、ということで、今回はドバイをやらずに3月4週までで終わりとしました。ということで次回は3月5週から出産、クラシックまでやっていきたいと思います。今回はここちょっと4週分ですが、ここまでしていただければと思います。ありがとうございます。ツイッチで配信を行いました。ぜひツイッチのアカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。マイツイッチアカウントフォロープリーズ。YouTube のチャンネル、ツイッチのチャット欄に記載してます。 YouTubeチャンネル登録、高評価お願いいたします。プリーズマイ YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。ディスライブアーカイブアップロードトゥデイズアフターマイ YouTube チャンネルアップロード
2日後5日の21時に、プレミア公開で YouTube に YouTube で見れるようにアップロードいたします。ぜひ見てください。また旧 Twitter である X のアカウントを持っております。アカウント視聴、アカウントフォロー、リポスト、いいねもお願いいたします。 TwitterX please アカウント visit and follow and リポスト and good ボタン please、はい、ということでウィニングボスト9 2021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。